幸せとは絶対的なもの。今の幸せに気づく。他人と比較しては幸せになれません。あの人より幸せ、あの人より不幸とか、そんなものではないのです。コーヒーを飲んでいれば、そのコーヒーを飲めることに幸せを感じる。納豆定食を食べていれば、それを幸せに感じる。幸せとは、今目の前にあるものに幸せを感じる。幸せに気づく。そんな絶対的なものです。幸せはある程度の頭と努力がいるのですね。では今日も素敵で有意義な一日をお過ごしください。YouTube はあなたが無料で広告できる最高の集客媒体になることをご存知ですか？そうなんです。無料でできる最高の広告媒体になるんです。最後まで見てくれてありがとう。このビデオは毎日発信してます。チャンネル登録して明日も聞いてくださいね。きっとあなたに幸運が訪れますよ。